ストーン・ジョンソンは、アメリカ合衆国の元陸上競技選手、アメリカンフットボール選手である。ルイジアナ州のグランブリング州立大学に在学中だった1960年に、ローマオリンピックのアメリカ国内最終予選に出場して200メートル走の準決勝で、当時の世界記録に並ぶ20秒後の記録を出した。決勝では、レイノートンに続いて2位となり、 オリンピック代表に選出された。ローマオリンピックでは200メートル走と400メートルリレーに出場した。200メートル走では決勝まで進んで5位となった。400メートルリレーでは第3走者を任されて決勝まで勝ち進んだ。アメリカ代表チームは決勝で39秒60の記録を出して1位となったものの第1走者と第2走者がリレーゾーン外で。 バトンパスを行ってしまったために失格となった。その他の大会では、1960年に開催された NCWA 競技会の200メートル走で2位に入った実績がある。1963年、カンザスシティチーフスにランニングバックとして入団した。しかし、同年8月30日に開催されたオークランドレーダースとのプレシーズンマッチ中に決意を骨折し、 9月8日に死去した。ジョンソンは AFL の公式戦に出場することはできなかったが、彼の背番号33番は、カンザスシティチーフスの永久欠番となった。アスレチックスアットザ1960ローマサマー、ゲームズ、メンズ 200m2010 年11月27日閲覧、アスレチックスアットザ1960ローマサマー、ゲームズ、 メンズ4 0 0ズリレー2010年11月27日閲覧。カンザスシティチーフスは1960年のチーム発足から1969年の NFL とのリーグ統合まで AFL に加盟していた。カンザスシティチーフスホールオブフェーム2010年11月27日閲覧。ありがとうございます。